佐藤ひとみ、細貝系離婚発表、互いが仕事を優先するあまり、生活のすれ違い、価値観の違い大きくなった。俳優の細貝系と女優の佐藤瞳が23日、離婚したことが分かった。双方の所属事務所が発表した。書面で、本日2月23日、都内区役所に離婚届を提出いたしまいた。 お互いが仕事を優先するあまり生活のすれ違いが生じ価値観の違いも大きくなったことが離婚の原因とのことですと説明した細貝佐藤は2017年8月に舞台での共演を機に仲良くなり翌年夏頃から交際をスタート2019年2人の誕生日である10月10日に結婚した別居報道があったと思ったら あっっという間だったなすでに別々の道を歩む決心がついていたのかなそれぞれの道がうまくいくのを祈る離婚に前進中の私としては夢のある勇気のある決断である意味うらやましい彼女は仕事もそこそこ安定しているだろうし財布に合った生活ができるなら経済的には自立してるだろうし一人の方が楽だと思う お酒も好きみたいだし友達もそこそこいるようだし楽しいと思う旦那に何を求めるのか何をしてても鬱陶しくてうざくなったら夫婦としては終わりだもんなずっと母として妻として親として嫁として頑張ってきたつもりだけどやはり価値観が違うと痛感するシーンが多すぎてもう無理私も旦那に頼らず生きていくために自立して頑張るんだ 仕事のすれ違い価値観の違い必ず皆さんそれを言うけど結婚生活していて共働きだとすれ違いも多いし価値観なんて全く違うし誰か本音で理由を言ってほしいな顔も見たくないくらい嫌いになりましたとかご飯の食べ方があまりに汚くてそれがダメでしたとか些細な理由が実は大きいのよね。 この男の人、佐藤さんと交際が発覚した後に、AKB の峯岸さんと路上でイチャイチャした人ですよね。飲み歩きがお好きで充実してた時の佐藤さんがすごく楽しそうだったので、離婚はマイナスイメージにはならないと思います。頑張ってください。夫婦には他人からは想像もできないことがあるけど。 佐藤さんも年下の細貝さんも互いに自己主張が強いなとトーク番組などで感じていた自分ら夫婦もそうだけどなかなか妥協ってできそうでできない時間が経過するほど輪が強くなるのかも俺は2回離婚して今は独身なので自分が結婚に向かないのはよく分かってるが世の中には似たようなタイプの人間は多数いるんだろうなとは思うけどな おそらく佐藤ひとみさんも結婚に向くタイプではないのでしばらくは一人で生きてく方がいいんじゃない,ないかな恵まれた才能を持って生まれてきたんだからそれだけでも幸せな人生だと思うけどね佐藤さんは結婚向いてないと他人が見ても思うから一度経験してみたって感じかな結婚継続させるにはお互いに忍耐妥協 定年が必要だからメリットがそれらのストレスを上回らないとやってらんないってなるよね。